あみんな、あれを見て。この水晶玉に手を触れれば帰ることができる。さあ、触って。コウモリ君も一緒に戻ろうよ。一緒にこの世界から抜け出そうよ。どうしたの？僕はここに残る。行こうよ。どうして？さっき私に言ってくれたじゃない。誰かがきっと必要としてくれてる、だから帰らなきゃいけないんだって。励ますためだけに言ったの？ねえ、どうなの？違うよ。きっと誰かが僕のことを必要としてくれてる、そう思うからこそ残るんだ。この神殿に残ってここに迷い込んでしまった子供たちを助けたいんだ。みんなみたいにここに迷い込んでしまって悩みを抱えている子供たちのために残る。それが僕にできる唯一のことだと思うから。その子たちこそ僕を必要としてくれてると思うから。その子たちこそ僕を必要としてくれてる唯一の存在だと思うから。だから僕は残る。みんなに会ってそう思ったんだ。分かってくれるよね？私たちのように迷い込んでしまった子供たちをちゃんと外の世界に返してあげてね。迷ってたり悩んでたりする子供たちの心を救ってあげてね。生きていくのに知恵と勇気と友情が大切なんだってことを教えてあげて。いつまでもずっといつまでもコウモリ君だけは子供の心が分かる人でいてよ。約束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 。もう二度と会えないかもしれないけど、いつまでも友達だよ。じゃあもう行くんだ。さあ早く行くんだ。子供の頃に得たものは大人になってからも残り続ける。人間にとって必要な知恵、勇気、友情、この三つばかりか。人と人、心と心、その結びつきがどんなものよりも強いということを、クローバーズの4人は学んだに違いない。今日から2学期です。気を引き締めて頑張っていきましょう。ここで授業に入る前に、なんと今日から新しい友達が入ることになりました。
彼の名前は？ねえ見て。コウモリ？高森悟です。みんな仲良くしてください。よろしくね。バーズの大冒険、みんな楽しんでくれたかな。ではここで算数地獄の答え合わせをしよう。まずタケコの問題は1から順番に234と足していくのがルール。1段目には1、2段目には2、3段目には3、4段目には4、5段目には5、6段目には6、7段目には7と足していけばいいんだ。わかったかな。次にさえの問、これは1から順番に同じ数の掛け算をしていくのがルール。 1×1 の次は 2×2、 そして 3×3 という風にその答えを選んでいけばいいんだ。九九を知っていれば誰でも解ける問題だよ。さあ次に試練の神殿に挑戦するのは誰かな。いつでも君たちが来るのを待っているよ。ハッ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 。